大佐の異名を持ちますこの男、奥村茂雄がやってまいりました。さあ、ジュニアの赤鬼、私、淵正信が入場してまいります。両者の表情なんですが、いかがですか？そうですね、両者いつもと変わりませんけども、今日は二人ともどっか悪いというところがないですからね、よい試合になるんじゃないですかね。カウンターで切り返してまいります。腕を取ります。チキンウィングに固めてまいります。馬場さん、この試合なんですがね、勝負のポイントを教えていただきたいんですが。やっぱりね、気力の問題と思うんですけどね。ああ、なるほど。ロックアップ、ボディースラムで叩きつけます。組み合います。ロープに飛ばした。膝を狙ってまいります。あっと、エルボー。逆に腕を取ります。馬場さん、このファンの声援というものはレスラーの精神的な部分に働きかけるってことはあるんでしょうか？そうですね、それは力が出ますよ。そうですか、行くのか。逆に投げてまいります。組みに行きます。ロープに振って、こういうのを見てもね、ちゃんと組みを取ってます。はい、ですがまずやられることから覚えます。どんな技を振ってもそれに耐えられる練習は毎日やってますからね。そうですよね、本当にレスラーは日々の努力と言いますが、練習をよくしますもんね。そうです。組み合います。対角線に飛ばした。逆に返します。乾いた音が館内に響きます。強烈に打ち込みます。行くのか。ボディースラムです。蹴りを見舞ってまいります。足を狙ってまいります。キックを打っていきます。ボディースラム、組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを落としてまいります。この辺り切れ味鋭いですよね。あれはものすごい重たいですよ。はい、ロックアップ、ネックブリーカードロップ、ラフ殺法に転じます。抱えます。させません。簡単にはいきません。バックに回ります。さあ、バックドロップだ。
巧みに行きます。巻き投げで切り返します。強烈なキックです。このあたり引き出しの多さというんですか、何か奥が深いですよね。そうですね。行くのか、ダブルアームで固めていった。完璧にたどり着きました。いけるか、締め上げていった。ハンマーを落としていく。ストッピング、腕をフックした。キック、組み合った。ロープに振ってスリーパー、落とすのか。小脇にかくバックだ。体を下した。消耗戦になってまいりました。馬場さん、レスリングって攻める力に目が行きがちですが、守る力、忍ぶ力、これは必要なんですよね。膝を狙っていった。10分経過。バックを取ってエルボーで切り返す。あっとエルボー。馬場さん、もう精神力だけで打ってますね。そうですね。入りました。20分一本勝負を行います。ジョージ青コーナー。
250パウンド、ジョージー・ハインズ。赤コーナー、235パウンド、ケイ・ノブカズ。レフリー、和田恭平。打ち鳴らせ、今ゴングだ。放送席の解説はジャイアント馬場さんにおいでいただきました。両者の表情なんですが、いかがですか。そうですね、両者いつもと変わりませんけど、今日は2人ともどっか悪いというところがないですからね、良い試合になるんじゃないですかね。腕をフックします。蹴ってまいります。掴んだ。フロントからのキック、チョップであります。ブレーンバスターに取ります。ストマックへの攻撃であります。蹴りを見舞ってまいります。抱えます。キックを打っていきます。蹴ってまいります。腕を回します。ストマックを狙ってまいります。腰を落とします。ハンマーを落としてまいります。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振り下ろします。こういった技一つを取っても一番いいポジションが人によって違うんだそうですね。そうです、足大事、構え方がね。なるほど。チョップがうなってまいります。キックを打っていきます。打たせません。逆水平、このあたり負けん気の強さというものが出てきますよね。素晴らしいキャラですよ。ドロップキックであります。組み合います。逆に振り返した。返してまいります。逆水平を打っていきます。このあたりの攻防を見逃せませんね。こういうね、レスリングの攻防が面白いんですよ。そうですね。こうやって倒れることがね、一見弱く見えるんですがね、倒れた方が痛くないんですよ。はい、受け身を取ってるわけですからね、こういうところが面白いんですよ。あ、そうなんですか。腰を落として逆エビ型の体勢です。ロープに逃れます。打ち込んでまいります。ストバックに突き刺さります。組みに行きます。かわず掛けで倒します。肘を打ち込んでまいります。さあ、粘着質激しいこのサブミッション、いかがですか。スタミナを奪うにはいいんですがね、これで決めるというのは難しいですね。ああ、なるほど。ボルテージが上がります。スタンディングを取らせます。コーナーに登って、コーナー最上段からドロップキック。ロックアップ、かわず落とし、鈍い音が館内に響いた。ピッコルヒカタイガードライバー、打ち込んでいく。
いく。抱えた。あっ、ジャングルパンチ。フロントキック。ダブルアームスープレックス。一気にいくか。打たせない。これはポイントになりそうですね。そうですね。気合を入れた。そのままタイムタイム耐えました。蹴り上げていく。アップキック。全体重を落としていった。抜くのか。タイガードライバー後頭部を痛打。2カウントまだ足りません。ガジェット組み合った。ロープに振ってラリアット。組み合った。ロープに飛ばした。カウンターのパワースラム。ロープブレイク、ロープブレイク。すごい顔で打つ。裏投げに転じる。いけるか。顎を狙っていく。起こした。さあ首をかっ切った。ロープに振った。腕をフックした。リング上の殺虫剤 DDT。 キック。見栄を切った。リングに戻ります。腕を回した。五臓六腑に染み渡る。カウント 2.80。 いけるか。コーナーに振った。さあ、その声援に後押しされるかのように入場してまいります。
スを愛してやまないこの男、戦う愛の伝道師長谷博士が入ってまいりました。特別試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー260パウンド保坂秀樹、赤コーナー240パウンド長谷レフリー和田恭平。行け大阪。運命のゴングが打ち鳴らされました。さて放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか？そうですね、みんな緊張していていい顔してますよ。そうですか。ロープに振った、エルボー組みに行きます、倒してまいります。フロントに捉えます、蹴ってまいります、ロックアップ。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか？そうですね、両選手ともこのシリーズは調子がいいですからね。掴んだ、乾いた音が館内に響きます。掴みます、パンチを打ち込んでまいります。組み合います、対角線に飛ばした、カウンターであります。行くのか、グラウンドに持っていきます。ドロップキックを放ってまいります。腕を回します、フロントからのキック、組に行きます。国会議員とプロレスラーという二足のわらじを履いておりますこの長谷博士、試合前スタミナと試合感に若干不安が残ると語っておりましたが、今のところ全くその心配はありません。ネックブリーカーからって行くのか、逆に投げてまいります、見栄を切ってまいります。組み合います、フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振り下ろします、ロックアップ、逆に返します、足に照準を絞るのでありましょうか、立ってまいります、グラウンドでのヘッドロックであります、ロープブレイクであります。バックに回ります、あっとエルボー、腕をフックします、蹴りを見舞ってまいります。脳天を打ち据えます、パイルドライバー、エルボーを入れていきます、させません、キックを打っていきます、行くのか、逆に振り返して、あっとエルボー、ストッピングを叩き込む、逆水平、いけるか、背骨に突き刺さった、ガジェット組み合った、コーナーに振った、あっと投げ合って、裏投げに取られた。いやー馬場さん、今のはもう瞬間的なひらめきですね。そうですね、ひらめきが新しい技になりますからね。巻き投げで切り返した、一気に締め上げる、耐えました。
に飛ばした。マサ、これは振動ですね。一つ一つに重みがありますからね。うまく切り返した。ショルダータックル、投げ倒し、ストッピング、テレボーを打ち込む。ブレンバスター行くのか、蹴っていった。フロントキック、顎を狙っていく。バックには外した。グラインググラインググラインド攻撃であります。コーナーに振ってストッピング強烈、ストッピングを叩き込む。すごい顔で打つ。ガチッと組み合った。バックブレーカー完工。グライングライングラインド攻撃であります。組み合った。そのまま締め上げるハンマー気味のパンチ。そのまま決めていった。カウントは入る。ロープブレイク、ロープブレイク、いけるか。裏投げ、裏投げ、おっともう一発、二連発裏投げ。完璧にたどり着きました。一気稼いでいく。うっと返していった。カウントは2つ。抜くのか、リバースで切り返した。立たせていく。トラースキック、喉元、いけるか。裏投げ、これ負けちゃうかな。そうですね、見栄を切った。一気稼いでいく。手加減なしの裏投げ、カバーした。岩壁の母の胸に抱かれました。組み合った。ロープに飛ばした。ランニングでブレイクアタック、ストッピング、こういうことを言うのでありましょうか。歓声が鳴り止みません。組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。45分一本勝負を行います。
260パウンド、小島さとし。250パウンド、ジョニー・スミス。赤コーナー240パウンド、川田俊明。240パウンド、長井光也。レフリー和田恭平。今ゴングが鳴りました。放送席の解説はジャイアント馬場さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがいかがですか。そうですね、両者いつも変わりませんけど、今日は2人ともどっか悪いというところがないですからね、良い試合になるんじゃないですかね。組に行きます。逆に振り返した、返してまいります。組み合います。投げてまいります。スイッチしてまいります。腕を回します。脇固めに移行してまいります。抱えます。馬場さん、ライバルがライバルを育てるみたいなことはあるんでしょうか。それはそうでしょうね。自分が強くなれば相手も強くなりますからね。負け前として練習しますから。はい。このあたり切れ味鋭いですよね。あれはものすごい重たいですよ。はい。腕を殺してまいります。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振り下ろします。腕攻めに転じます。ローを打ち込みます。打たせません。ここでタッチです。掴みます。振りほどきます。キック攻撃を見舞ってまいります。腕を捉えます。腕を狙ってまいります。エルボー、行くのか。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを落としてまいります。打ち込んでまいります。フライングメイヤーで倒します。スリーパーホールドに入ります。ロープに逃れます。掴んだ。レスリングというのは、ね、瞬間に何かが出るというのが一番強いんですよ。ああ、なるほど。ボディースラムで叩きつけます。腰を落とします。膝を使ってまいります。倒してまいります。蹴りをぶち込みます。掴みます。ガードします。こうやって倒れることはね、一見弱く見えるんですがね、倒れた方が痛くないんですよ。はい、痛みを取ってるわけですからね。こういうところが面白いんですよ。あ、そうなんですか。掴んだ。パンチを打ち込んでまいります。行くのか。ヘッドシザースで返します。掴みます。
あります。フライングメイヤー、実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。スイッチしてまいります。足を取ります。テイクダウンを奪います。顔面に小手を見舞います。掴んだ、小手を打ち込む、ニールキックがこめかみに入った。このあたり引き出しの多さというんですか、何か奥が深いですよね。そうですね。ここでタッチです。地獄のツーツートン、ラフ殺法に転じます。ここでタッチです。叩き込んでまいります。組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ロックアップ、コーナーに振った、重いチョップであります。ロックアップ、倒してまいります。このあたり決まり具合はいかがですか。襲ってもらえないです。なるほど。足を抱えます。エンジン蹴り、抱えます。いやらしい顔面へのキック、あっとエルボー、ブレンバスターに取ります。ブレインバスターで叩きつけます。スイッチしてまいります。ブロックします。リング下に降ります。掴んだ、立ち上げ式で打ってまいります。フロントからのキック、リング内に戻ります。見栄を切ってまいります。15分経過15 minutes past。 掴みます。チョップを連続で打ち込んでいきます。
上がっていくのか。バックに回った、エルボーで返す、2位を突き上げる。キック、いけるか、ロープに振って、終わった、急所を打ち捨てる。ここでスイッチ、強烈、ダイヤモンドカッター、ドロップキック、膝、奥歯を噛みしめて、あっと返した、ショーダータックル、なぎ倒し、いけるか、あと逆に投げていった、キック、ものすごい、ストッピング、強烈キック攻撃、抜くのか、リングにきらめき輝くこの男、天才児丸藤直道が入場してまいりました。今日も何か企んでいるのでありましょうか。
剣道家臣が入ってまいります。世界ジュニアヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャー、205パウンド丸藤直道。丸藤君。赤コーナーチャンピオン、215パウンド剣道家臣。さあ、運命の鐘が鳴った。さて馬場さん、両雄の表情をご覧になっていただきたいんですけど、いかがでしょう。まあ表情ってもうね、試合始まってますし、なんとも言えないですね。そうですか。ロックアップ、アマラス式で倒してまいります。組み合います。いやー、馬場さん、今日はまさに戦いの原点といった試合ですね。そうですね。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。スリーパーで締め上げます。ロープブレイクであります。行くのか、フライングメイヤー。バックからスリーパーに入ります。馬場さん、まあレスラーというのはこれだけの試合をしていますとね、どこかしら悪いところってあると思うんですが、そのあたりいかがですか。いや、これはみんなが同じことをやっているわけですからね、こんなものは理由になりませんよ。そうですか。掴んだ、ヨーロピアンエルボー。馬場さん、いかがでしょうか。すごいですね。ものすごい気合の入りようですね。直道、まさにその天才的ともいえるセンス、スピードは超一級。リングにきらめき輝いてまいります。さあ、今夜もファンのハートをがっちりわしづかみにしていくんでありましょうか。打ち込んでまいります。ストマックを狙ってまいります。蹴ってまいります。ラフな展開になるのでありましょうか。あります。に響きます。コーナーに振った、ロックアップ、ボディースラム、エルボードロップ、組み合います。ロープに振った、倒してまいります。組みに行きます。ロープに飛ばした。あっと、逆に切り返した。消耗戦になってまいりました。馬場さん、レスリングって攻める力に目が行きがちですが、守る力、忍ぶ力、これは必要なんですがね。ええ、スリーパーホールドに入ります。ロープに逃れます。キックを打っていきます。コーナーに登る。足を狙ってまいります。行くのか、コーナーに振って、バックターを加えた、リバースの DDT。 スタンディングを取らせます。腕を捉えます。この辺りのグランドサッポーなんですが、いかがですか。これがね、プロのレスリングです。そうですね。腕をフックします。させません。バックに回ります。馬場
さん、決まり具合はいかがでしょう。まだ完全に入ってないですね。そうですか。フロントからのキック。ババさん、これはちょっと首がつらいですね。首自体もそうなんですよね。首をかばうために他の部分に負担をかけてしまう場合がありますよね。バット逆に丸めていった。ロープブレイクであります。蹴りを見舞ってまいります。行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。立ってまいります。ロープに振ってスリーパーに捉えます。この辺り一発一発が重いですね。あれはものすごい重たいですよ。キックを打っていきます。10分経過。組み合います。対角線に飛ばした。ストンピングです。起こします。どうでしょう、ババさん、ダメージは安倍ないとは言えないですけどね。いつもこれだけのことはやってますからね。そうですか。蹴ってまいります。あっと、ネックブリーカードロップ。ババさん、いや、無意識の中でも決めないんじゃないかと思いますけどね。蹴り上げていく。いけるか。コーナーに振った。ドッグロック。そのまま嬉しげに持っていった。組み合った。コーナーに振って、すごい形相で締め上げていく。
すごい顔で打つ。ガチッと組み合った。コーナーに振った。フィニッシュに行くのか。地獄の処方箋を下すのか。殺人医師スティーブン・ウィリアムズがやってまいります。革命の炎がメラメラと燃え上がる。風雲のぼり竜天竜源一郎が入ってまいりました。特別試合シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー280パウンドスティーブー・ウィリアムス。赤コーナー270パウンドレフリー和田恭平。運命のゴングが打ち鳴らされました。さて放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか。そうですね、みんな緊張していていい顔してますよ。そうですか。ショルダータックル。掴みます。乾いた音が館内に響きます。フロントからのキック。逆に振り返して。馬場さん、これまでの戦いぶりをご覧になっていかがですか。これはね、ボブロブですよ。そうですか。ボディースラム、強烈に締め上げてまいります。ロープブレイクであります。蹴りを見舞ってまいります。ハンマーを落としてまいります。掴んだ。させません。抱えます。うまく切り返した。馬場さん、このファンの声援というものはレスラーの精神的な部分に働きかけるってことはあるんでしょうか。そうですね、それは力が出ますよ。そうですか。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。パンチを打ち込んでまいります。顔面に打ち込んでまいります。キックを打っていきます。ハンマーを振り下ろします。チョップであります。組みに行きます。第1球岩石落とし主であります、このスティーブ・ウィリアムス。相手を一瞬で引っこ抜き、
頭から垂直に落とす殺人バックドロップはまさに一撃必殺の破壊力を持っております。蹴ってまいります。レスリングというのはね、瞬間に何かが出るというのが一番強いんですよ。ああ、なるほど。ラリアット、フロントからのキック、掴みます、ガードします、ショルダータックルで倒します。チョップが祈ってまいります。掴んだ、パンチで返します。掴んだ、パンチで返します。抱えます。簡単にはさせませんね。そうですね。ナックルを打ち込んでまいります。ロックアップ、ロープに振って掴んだ、させません。行くのか、逆に投げてまいります。おっと、腕をロックしてそのまま締め上げていった。いけるか、ロープに振った、パワースラムカウンター、岩壁の母の胸に抱かれました。腕をフックした、精神力としか言いようがないですね。もう無意識のうちに返しているんじゃないですかね。はい、逆に振り返した、ダリアット強烈、レフトハンドのダリアット、腕をフックした、打たせない、外した、腕を回した。野田さん、そうですね、君は取りようがないですね。あっと、返していった、ラリアット左腕、抱えた、オクラホマスタンピート、ロープブレイク、ロープブレイク、ガジェット組は投げていった、鈍い音が館内に響いた。頭を掴んで五臓六腑に染み渡る、すごい形相で締め上げていく、首根っこを掴んだ、エンジン蹴り、引き起こす、フィニッシュに行くのか、小脇に抱えた、ニークラッシャーで叩きつける、ブレンバスター行くのか、あっと耐えた、あっと外した、バックを取って殺人バックだった、タイを預ける、トゥーカウント、サイドを取った、ドクターボムに持っていった、カウント2.98、腕をフックした、垂直落下、ぶっ倒した、無人島に着陸してしまった、抱き起こす、掴んだ、一気にいった、ドクターダメ、カウント3つは奪えない、掴んだ、チョップの連打、立たせていく、DDT ノーテン、抱えた、フロントからの投げに転じる、
つきました。なんとデンジャラスなパンチ、抑え込んでカウント2。抜くのか、リング上は男たちの姿を待ちます。まさに大観衆の高鳴る鼓動が聞こえてまいります。世界タッグ選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー350パウンドアブドラザーブンチャー、400パウンドジャイアントキマラ、赤コーナー260パウンド武藤圭司、240パウンド太陽圭半、レフリー和田恭平。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さて放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか。これはもう見るしかないんじゃないですかね。そうですか。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。強烈なキックです。ソバット組み合います。逆に振り返して、あっと逆に捉えた。ハンマーを落としてまいります。喉元を狙ってまいります。パンチで返します。フロントからのキック
ップを放ちます。蹴りを見舞ってまいります。足を抱えます。足攻めに転じます。蹴ってまいります。逆に返します。足を取ります。打たせません。ダブルで放っていった。エルボードロップ落としてまいります。掴みます。エルボーを入れていきます。掴んだ。肘を打ち込んでまいります。掴みます。ガードします。タックルでぶちかまします。足を取ります。させません。キックを打ってまいります。のど元を狙います。いくのか。ボディスラムです。組みに行きます。倒してまいります。キックを打っていきます。掴んだ。喉元に打ち込んでまいります。行くのか。ボディスラム。頸動脈を狙ってまいります。ロープブレイクであります。ストンピングです。足を抱えます。パンチで返します。ここでタッチです。ミスラーに技を振っても倒れる時はものすごくうまいんですよ。これは分かんないかもしれませんがね、あまりにも上手に倒れるんで、足を抱えます。足に照準を絞るのでありましょうか。ロックアップ。ボディスラムで投げてまいります。頸動脈を締め上げてまいります。ロープに逃れます。シャイニングウィザード、一瞬の魔法使い。スイッチしてまいります。蹴りをぶち込みます。あっと、シャイニングウィザード、エルボー、フロントからのキック。掴んだ。噛みついていった。あっと、エルボー、強気攻撃だ。モンゴリアンチョップ強烈。腕をフックします。耐えます。振りほどきます。ショルダータックル。組みに行きます。リング下に落とします。相手を挑発してまいります。リング下に降ります。掴みます。10分経過。あっと、カウント。首を絞り上げます。このあたり館内もヒートアップしてまいりました。素晴らしい力ですよ。乾いた音が館内に響きます。顔面を蹴り上げます。組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。パンチを打ち込んでまいります。蹴りを見舞ってまいります。このあたり切れ味鋭いですよね。これはものすごい重たいですよ。はい、リング内に戻ります。リング下に降ります。リング内に戻ります。リング内に戻ります。
ジョップであります。ブレンバスターに取ります。ストマックへの攻撃であります。足を狙ってまいります。スリーパーホールドに入ります。ロープに逃れます。組み合います。フライングメイヤーで倒します。足4の字に移行してまいります。蹴ってまいります。ラフな展開になるのでありましょうか。膝を殺してまいります。フィギュアフォーレッグロック。足4の字に入ります。ロープブレイクであります。スイッチしてまいります。組みに行きます。させません。行くのか。ボディースラムで叩きつけます。全身でぶちかましてまいります。15分経過。15ミニッター。ロックアップ。投げてまいります。腰を落とします。耐えます。外してまいります。顔面に突き刺さります。組み合います。ロープに振って地獄突き。キックを打っていきます。ロープに振った。そのまま後ろに投げてまいります。ショルダータックル。投げ倒し。立たせていく。足を取った。打たせない。ガチッと組み合った。あっと倒していった。起こした。あっと噛みつき。組み合った。ロープに飛ばした。そのまま後ろに投げていった。バックに回った。あっと後ろに落としていった。足を狙っていった。腰を落とす。バックフリップ。エルボードロップ。強烈。もう今ね、肉体的な戦いじゃないですよ。お互いに精神力の戦いですよ。バックフリップ強烈。効きましたね。安全になりましたね。首根っこをつかんだ。膝にピンポイント。
地獄好き強烈、首根っこを掴んだ、エルボーで返す、頭を掴んで喉元を取られる、組み合った、あと逆に返した。馬場さん、決まり具合はいかがでしょう。そうですね、まだ辛抱できると思いますけどね。そうですか。投げていった、いけるか、ボディスラムで投げつける、体を預ける、あっと元々が狙った、そのまま体固め。打ちつけていった、いけるか、